久保さん、今回宿命の宿宿にしましょうか宿す宿命みたいなねまあ運はね分かんないですよね運なんでそれが運ですからねサイコロサイコロを振ってね、うん、出る確率1が出る確率6が出る確率まあ人それぞれもまちまちでしょうねうんそうまあもちろんその何だろうな投げ方角度 それを全部研究してそのコンマ1秒も狂わずこうあの地下の珍一郎っすよね <laughs> 地下のチンチロでコンマ 1, 1ミクロも正確に投げられたらまあそのある程度の確率論は出てくると思うんですけどまあ難しいっすよねうんだけどあのチンチロのゲームでねイジのチンチロのゲームで全部1にすると絶対1になるっていうね <laughs> もう一が宿命みたいな。なんかあの班長が <laughs> そ,そんなのダメだーみたいなね。で、あの, <laughs> あの上の人がそれは通らんと。それは通らんぞと思って。<laughs> そうあのあの説説明も良かったんですけどね。海地く君、これはどうやって作ったんだと。 いやこれは班長が食ってたティーボンステーキの骨を削ってそしてこの置は自分の血をすり込みましたみたいなね <laughs> うんみたいなねお前は絡め取られたんだみたいなね <laughs>、うん、あの僕はあの班長とカイジのチンチロのゲームのあの好きっすけどねめちゃくちゃ <laughs> めちゃくちゃゃく面白いんですけど、うん、まあ宿命はやっぱね変えることはできないんで変えることはできないけど変えることができないようにすればいいっていうだからまあ1を出すうーんなんだろうな、まあ、怪人の話にひも,ひも付けるんだったらまあ1のサイコロを作れば運とか関係なくなるっていうねうん。 じゃあ1のサイコロを作るためにはどうすればいいのかっていうと、まあ、単純にやっぱまあスキルアップすればいいんじゃないですかねうんあのー、どんな状況でも金稼げるスキルがあったら、まあ、何とかなるじゃないですかでもそこでスキルなかったらやっぱきついっすよねうんもちろんその人を巻き込むっていうことで自分で稼げなかったとしても人を巻き込んで こうなんかやっていくっていうスキルもあるんですけどもまあ僕はね人をこうなんだろうなあのもうなんか使う,う巻き込むまあ使うというかまあ自分で一人であのまあ運命を切り開くっていうなんかね僕はあのあの話が好きなんですけどあのなんとかの結び目目結び結び目 伝説ゴ,あゴルディアスの結び目っていうねゴルディアスの結び目っていうのがあって、まあ、あのあのこれをねこのすげえも硬い結び目があってねこれを解くとなんかすごい英雄になれるみたいな話があってである王様がねあのそのゴルディアスの結び目を見てねあの一応やってみたんですよだけど硬いとこれ硬いぞと でその、その人は、あの、剣でねぶちぎ、ぶちぎっちゃったんですよ。で、それを見た人たちは、いや、それは反則だ、みたいなね。いや、そ,それやったらあかんだろ、みたいな。いや、俺は、そので、なんかその、言い伝えとかそういうのを無視すると。俺は、俺の剣で、俺の道を作る、みたいなね。で、その後、その王様は、 ア,ルアレクサンドルス大王かアレクサルサン大王はそのいろんな土地を支配していったっていう有名な話があるんですよ自分の運命は自分で切り開くと己の剣でみたいな僕はそっちの方が好きですね自分の人生は己で切り開くっていうなんかそっちの方が僕はなんか好きですね、まあ、いろんな、まあ、切り開き方はあると思いますけども、まあ、アレクサンドルス大王の,その結び目の話も好きなんですけど、まあ、カイジ君もカイジもそうですよね まあ、いろんな逆境があるんだけど、いろいろ考えて、いろいろあの、あのパチンコの沼の時もそうなんですけど、カイジくんそれは天才的発想だみたいな。傾かせるみたいなね。<laughs> 傾かせるというねあ、あの、発想面白いですよね。ビルごと傾かせるみたいなね。<laughs> ビルごと傾かせてきたみたいな。<laughs> あれもすごく好きなんですけど、カイジも結局、 いろんな逆境の中で、あのー、もう,うんいろいろ考えてねいろいろこうやって自分でこうあの価値をね見つけているっていうのがやっぱ描かれてますしうんそうだからその「チンチロのゲームもあのー、ねあのデータ見てこれはなんかおかしいんじゃないかみたいなああったみたいなこれだみたいな <laughs> そうあれがね カイジの面白いとこですね。秘策を作っていくっていう。うん。そう、みんなはやっぱ諦めてるんですよね。みんなは諦めてるし、なんか、なんか、なんか運,運命だからしょうがないよね、みたいな。うん、運命だからしょうがないよと。なんか、カイジくん、カイジさん、しょうがないですよ、みたいな。カイジさんやめときましょうよ、みたいなね。でも、その運命に逆らうというか、うん、運命は自分で切り開くみたいな。 うんだから宿,宿命宿命は自分で作れみたいなね。そう。宿命は自分で作るものみたいな。運命は変えるもの。宿命も自分で作るものみたいな。<laughs> 何が来ても自分で作れみたいなね。なんかそういうスパルタンなの好きですけどね。うん。いってらっしゃい。